ジャンゴとホークのシングル、ハニーサックルローズ1937アンディ・ラザフは、北米の詩人、作曲家、作詞家。ルイ・アームストロングの真の出世作となった、浮気はやめた、ハニーサックルローズで知られる。右上から9個目の小区画が、合衆国首都ワシントン DC、マダガスカル島ももいが、マンハッタン島、赤丸が、ハーレム地区ワシントン DC で誕生。出生名は、 アンドリアナ・マナンテナ・ポール・ラザフィン・カリーホ。父親は、マダガスカル島に17世紀に成立した、メリナ人の国メリナ王国の女王のおいだった。母親は、メリナ王国初の黒人アメリカ人、最小ジョン・エル・ォーラーの娘。マダガスカルに、フランス軍が侵略し、ラザフの父は戦死し、妊娠中の母はアメリカに亡命した。そして1895年に、 アンディを生んだ。ハーレムで育つ。16歳で学校を辞め、ティンパンアレー地区のオフィスビルのエレベーターボーイとなった。1年後、諸女作を書き作く鹿になった。この時期、タイムズスクエアのグレイハウンドバスの停留場のゲイアティ、シアターで多くの時間を過ごす。初期の作品は1917から18年に、新国人運動の初の新聞ボイスで発表され、 ユービー・ブレイク、ドン・レッドマン、ジェームズ・ピー・ジョンソン、ハリー・ブルックス、ファッツ・ウォーラーとの共作だった。ウォーラーとの共作はなど。彼の作品は、ベニー・グッドマン、ユービー・ブレイク、キャブ・キャロウェイなどが演奏した。1972年ソングライターの殿堂入り。1973年、カリフォルニア州、北ハリウッドでガンデ死去。77歳坊つ。 ソングライターの殿堂に登録されているのは215作品。出版しなかった作品も多く、電気によると800曲。重要な作品は以下。彼の作品集は次の2つのみ。ありがとうございます。